はい皆さんこんにちはレッ人専任講師森田隆二ですそれではただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計時事解説第17回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたします はい、えー、それはですね第十七回目ということになりますが、ちょっと画面の方ですね切り替えていきますが、十、え、七、ー、回目のテーマはですねゴーン逮捕とですねカルロスゴーンさんが捕まってしまったということで、えー、ゴーン逮捕と、えー、日産日産自動車のですね思惑ということで、えー、まあ私の方でねお話しさせていただければと思っております。まあ私はあの日産のね株を持ってるんで私もちょっとまあ,あ当事者ということでまあ日産の株がこの事件が起こる前はですねまあだいたい千五円ぐらいだったで。 んですけども、まあえそれが十一月の十九日で二十日にね、えー、まあそういうことになってしまったんで、まああのその十九日に逮捕ということだったんで、二十日の株式市場に影響が出てきたわけなんですけども、まあ一日で五十円ぐらいね、ぐっと下がったわけなんですけども、またも戻しておりましてね、十、え、一、ー、月三十日のまあ金曜日の株価なんかはもう九百九十五円ということで、あのもう十円ぐらいのところまでね戻ってきているということで、まあそれほどね株式市場には影響がなかったのかなと。だから十九日 逮捕とで20日の株式相場に影響が出てきたわけなんですけどもあの20日は20日はですね、まあ、そもそもアメリカがですね前の日に株価が下がってたんでその影響で日本日経平均自体も結構下がったということで、まあ、全体的にも下げ圧力がかかってたということで、えー、その中でのゴーンさんのそういった一件ということでさらにまあ、ねえー、日産の株価が下がったわけなんですけども思ったよりそういったね、えー、強いショックが加わらなかったのかなって、まあ、これからねまたいろんなことが明らかになって えー、もっと日産の株側は下がるだとかあるいはあまり出てこなければまた盛り返していくだとかいろんな動きをするでしょうけども。 今のところ、ね、株式市場的には、ね、そんなに影響なかったのかなと思っておりますね。まあ、日産というのは、ね、東証の一部上場企業の中でも配当利回りがものすごく高くて、まあ、結構株式投資家の間では注目されている銘柄で5.29%のです、ね、配当利回りなんですよね圧倒的に高くてですねだから結構持っている方なんかも多いんですけども、えー、まあその日産がですね、えー、まあこういった、ねまあ、ものすごく、ねえー、現,現トップがです、ね、捕まっちゃうというね まあものすごいこう、ね、大きな事件が起きたということでありまして、まあ、世間の関心も非常に高いということなんですけども、えー、まあちょっと見ていきますが衝撃カルロス・ゴーンが逮捕ということでありまして。 えー、11月19日ですねカルロス・ゴーンさんが東京地検特捜部にですね逮捕されるということでありますね、まあ、あの泣く子も黙る東京地検特捜部ということで、まあ、現在ねカルロス・ゴーンさんは、まあ、東京の拘置所にね、えー、捕まっているということで、まあ、小菅にねあるんですけどもあの葛飾区の、まあ、東京の上の方のところに拘置所があるんですけども、まあ、そこに捕まっていると。で最大でで日まで、えー、まああ されるということですからおそ、まあ、らく12月10日までね、えー、まあそこにいるのかなということなんですけども本当にねカリスマ経営者が逮捕されるというのは本当びっくりですよねまあ本当にいいですね、えー、まあ日本のねその高知所での取り調べっていうのも非常に大変で結構国際的にはねその取り調べっていうのはですね 弁護士が立ち会ったりするんですけれども、まあ、日本の場合はですね弁護士の立ち会いが認められておりませんから、まあ、ゴーンさんがそのね一人でこうまあ 特捜部の方と、えー、から取り調べを受けるということで、まああの先進国からすればね、日本のそういった司法制度はまあ野蛮だっていうふうに言われることもあるんで、まあ結構日弁連なんかもですね、えー、やっぱり弁護士立ち会いにするべきなんじゃないかというふうによく言ってるんですけども、まあ今回のね事件をあのきっかけとしてですね、日本の司法制度なんかもひょっとしたら変わっていくかもしれないですね。やっぱり取り調べは弁護士立ち会いじゃないとまずいでしょうと、そうじゃないとまあその自白っていうのはね、やってもないのに自白っていうのが出てくる かもしれないということで、まあ、そういう、ねえー、動きにひょっとしたら発展するかもしれないかなとも思ってるんですけども、えー、で、まあ、金融商品取引法違反なんですね有価証券報告書というのがありますけども、まあ、そこの虚偽記載ということでありまして具体的に言うとですね2017年度までの8年間ですね、まあ、役員報酬80億円を虚偽記載したんだっていうことなんですね。 ものすごくカルロス・ゴンさんはお金をもらっているというイメージがあるんですけれども、私はね、まあ、それほどもらいすぎなのかなというふうに実は思っているんですよ、あとでちょっと申し上げますけどね、ただ、まあ、その,も,あのもらいすぎかどうかというのを別にして、ですねやっぱり虚偽記載自体はですね嘘の報告ということですから、まあ、これがもし本当であれば、ですねやっぱり大問題であるということで、えーまあ、捕まってしまっているわけなんですね。ただだこの役員報報報酬酬酬ですねね実はは払払い報酬といいととう、ねえー、ままわれてない報酬と、まあ、カルロスゴンさんはまだ ざっっくりと言って年間10億円ですね、うん、日産自動車から報酬を受け取ってるわけなんですけど本来は20億円で得ると20億円のうち10億円は未払いで、えー、ゴンさんが辞めた後、まあ例えば顧問料なり何なりという形で、えー、払わなかった10億円を払っていきますよというね、まあ、そういうまあ密約というか誓約書があるんだというふうに言われておりましてですねですからこの80億円の虚偽記載というのは実際にまだ払われてないと、まあ、そういったところなんですね。で実際にまだ払われれてなないいとととうことなんですけども今回逮捕されたと じゃあなぜ逮捕されたのかというと払われてないかもしれないませんけどそういう文書があって、えー、ちゃんと10億円ですね、やめた後毎年払うというそういった文書があるんだったらそれが決まった時点でですね、有価証券報告書に記載するべきなんだというのが、まあ、金融商品取引法であって、まあ、それでですね、今回逮捕されたということですね。し、まあ、しかしながら、えーっとこれねえー、毎期10億円の報酬を受け取り先をぐりと。 それを明記した文書を作成していたということなんですけどもまあゴンさんそれからね一緒に逮捕されたグレッグ・ケリーという方がいらっしゃるんですけども両方とも代表取締役ということでまあ日産代表取締役3人いたんですよグレッグ・ケリーさんとそれからゴンさんゴンさんがトップですねゴンさんがトップでグレッグ・ケリーさん今回この2人が逮捕されているとそれからまあ今トップをやってるね西,川西川って書いて「西川さん」というふうに読むようなんですけども西川さんというまあその3お三方が日産の代表権を持っているということで。 代表取締役と。 えいうことなんですけども代表取締役の2人がね捕まっちゃったということで,でそのケリーさんが言うにはですね未、えー、払い報酬じゃないんだと、えー、これはもう、えー、ゴーンさんが、ねえー、日産を辞めた後です、ね、あの,あのコンサルティング料、まあ、顧問料として払うっていうのを、まあ、ちょっとね検討してるだけであって未、えー、払いの報酬ではありませんよということを、まあ、グレッグ・ケーリーさんなんか言ってんですね元弁護士で、まあ、米国日産上がりということなんですけどもでそのグレッグ・ケーリーさんはですね、まあ、法律事務所、まあ、に、えー あるいは金融庁にもちゃんと相談して記載する義務がないというね今回の案件は別に記載しなくてもいいよっていうねそういったの文書でも頂い,いているというふうに言っているんでこれは知見とですね東京地検特捜部とですねそれからまあゴンさん、グレッグ・ケリーさんこれがまあ結構ね意見が対立しているんで結構ね、えーまあ、や,あのやり合うっていうね対決というねそういった形になるのかなと思いますね。ねで まあだからこれからの争点なんですけれども未、えー、払い報酬に当たるのかということですねまず一点がですね。ですねえー、まああのー グレッグケリーだとかゴンさんはあ、まあ、先ほど申し上げましたように、えーまあ、退任後顧問料としてとていうことで考えてるから未払いの報酬ではそもそもないとで仮に未払いの報酬であったとしても、まあ、記載義務がないでしょって金融庁からもそういうふうなお墨付きを自分たちは得てるんですよと、まあ、いうことを言ってるんで、えー、記載義務がないとであるいは、えーのーまあ、記載義務があ,りあ,、まあ、あるっていう、ねえー、ことだったとしてもそれを知りながら故意に隠したと言えるのかどうかと。 仮にあるとしてもでですすねねそれを知りながらです、ね、故意に隠してるっていうのを、まあ、立証しないと検察側が勝てないということですから、まあ、それをねちゃんとね隠したと言えるのかどうかというところがまあ今後のねポイントになってくるのかなということですね、まあ、いずれにしても前代未聞の、えー、もう本当にカリスマ的な経営者ですからねカルロス・ゴンさんというのはこれからちょっとカルロス・ゴンさんについてもお話しさせていただこうと思ってるんですけどもう本当にカリスマ的な経営者カルロス・ゴンさんが現役のトップを張ってるわけなんですけどもまあ日産時 あのルノー、日産そして三菱自動車というこの3社を束ねるそのカリスマ経営者なわけですよ、えー。この3社を束ねるのはね、やっぱりゴンさん以外ちょっと今のところきついんじゃないかっていうふうに言われてるんですけどもその3社を本当にね、ぐいぐい引っ張っていくゴンさんが現役のトップがですね、えー、しかも世間のやっぱり注目してる方ですからね、その方がね現役時代に逮捕されるってもう、これはものすごいね、えー、事件かなと思いますけどね。 でまあ、そもそもカルロス・ゴンさんとはということでありまして、まあ、1964年生まれ64歳のレバノン人ということでありまして国籍は3つお持ちなんですね、えー、レバノン人なんですけどもブラジル育ちということでありましてで、まあ、ブラジルレバノンそしてフランスこの3つのです、ね、国の、えー、この3つの国籍をお持ちであるとでやっぱりなんといってもこれですね日産自動車をです、ね、V 字回復させたカリスマ経営者であると。 1990年代というのはバブルが崩壊してですね、そして日本経済は非常に、まあうん、苦しい時代であったわけなんですけども90年代の末え日産は本当に立ち直れないぐらいのですね、まあ、負の遺産を抱えててもう日産といえどもやばいんじゃないのというふうに言われてたんですね。でその日産をですね、V 字回復させたというカリスマ経営者これがカルロス・ゴーンさんなんですね。 で例えばあどういうふうにやったのかというと日産リバイバルプランですね、まあ、日産リバイバルプランというのは何人かなというと、まあ、日産をもう回復させるね。 V 字回復させるそういったプランなんですけどもまず具体的に言うとですね、まあ、村,山村山工場など5工場をです、ね、閉鎖したと、ね、工場を閉鎖すると雇用が減るわけですから、まあ、非常に労働組合なんかからの反発が大きいわけなんですよねでもそれを断行したということですよね。でまあ日産の職員の方2.1万人2100万20002万1千人の首をはねたということなんですよねで、まあ、下請けなんかも半分に減らすということで大胆なコストカット。 リストラを進めたこれがゴンさんということでこのですね日産リバイバルプランですね、えーまえーま、ちゃんとコミットメント必達目標を掲げてですねその必達目標を掲げて、えー、その目標が一つでも実現できなかったら自分たちはもう退陣すると、ね、辞職すると、ま、そういったコミットメントですね、えー、強い強いコミットメントこれをすることによって、えーまあ、ぐいぐい、えー、経営を引っ張っていって、まあ、見事ですねその 目標を達成したということなんですけどね。もう非常にこう。あの日産が、えー、もうやばいというところまで行ってたにもかかわらず、こうね vg 回復させたということなんですね。で、まあコストカッターですね。ものすごくコスト。 カットしたということで、えー、それからまあ先ほど申し上げたコミットメントということでコミットメント経営ですね、必達目標を掲げてですね、未達ならば責任を取ると、未達ならば経営陣みんな辞職するんだということで、もう本当にもうあのまあ結果を出すということで、まあ素晴らしいなというふうに思いますね。あの1999年にまあ日産のトップになったということで、まだ彼は40代の半ばなんですよ、45歳とか46歳とかね、その45歳とか46歳の方がですね、まあ日産というね非常に大企業 そして V 字回復をするというまあこれはねやっぱり見事なもんかなということで、まあ、今回の、ね、マスコミの報道なんか見るとまあゴーンさんはもう金の亡者だというようなまあそういった批判的な論調が結構多いかなというふうに思うんですけども、まあ、私はねまあそれはまあ確かにまあ一部一理あるのかもしれませんけどやっぱりねゴーンさんがやり遂げたその V 字回復というね、えー、まあことに関してはまあしっかりとやっぱり認識するべきなのかなというふうに思いますけどね。 でまあ、ルノー日産三菱のトップということで,で元フランスの、ねえーまあ、タイヤメーカーであるミシュランの、えー、北米 CEO ということでありましてここで実績を作って、まあ、ルノーにヘッドハンディングされてでルノーから日産に送り込まれてと、まあ、そんな流れをたど、えー、るわけなんですよね。 まあ、カリスマ経営者カルロス・ゴンさんということで、まあ、日本もですね、まあ、いろんな大学が名誉博士号を与えてるんですよ法政大学とかあ早稲田大学とか、まあ、私の出身大学なんですけどもえ法政早稲田あ名誉博士を挙げてそれで今回逮捕されちゃったんでどうしようというふうに、まあ、結構大学では言ってるわけなんですけども、まあ、あの結構ねやっぱりカリスマということでもう本当に実績を果たしたということで、まあ、いろんなね賞なり何なりももらったりだとかですねえそういったね博士号をもらったりだとかしてた方なんで本当に、まあ、今回、えー、衝撃的だった ということなんですが、えー、次いきますけど コストカッターのゴーンが,ゴーンがなぜ金に固執したのかということでありまして、まあ、ちょっとそもそも、ね、ゴーンさんどれだけもらってたのというところからいきますが、まあ、ゴーンさんの報酬は日産自動車からです、ね、2017年度は7.35億円、まあ、つまり 7, 7, 7億3500億円です、ね、いただいてるともらってると。 でルノーと三菱含めますとです、ね、18億5700億円ということであります。 でこれは世界的に見るとどうなのかというと、まあ、別にこう世界的に見るとむしろ高くはないんですね、まあ、世界的に見ると、ね、例えばアメリカなんかは、ですね、えー、いくらだったかな、平均でまあ14億もらってるんですね、えー、CEO ですねで、イギリスだったら6億、ドイツだったら 7,、えー、7, 7億2000万、フランスだったら5億3000万、日本だったら日本の平均は低くてですね、1億5000万ということで、低いんですけども、日本の基準からしたらゴンさん,ンさんもらいすぎなのかなというふうに思う 思うのはまあ確かにあるんですけどもやっぱり世界の基準でね見るとねだから、まあ、今日の日経に載ってたんですけどね、まあ、半導体の例えばブロ,ンドブロードコムなんかはアメリカの企業ですけど177億円トップがもらってますあるいは、えー、放送の CBS ですね約79億円もらってるんですよ。 まあそういうい、ね、方々だ、ねえー、まあそういう方々がいてというのを考えると、まあ、ゴーンさんももう少しもらってもいいんじゃないのかなというふうに私は思ったりもするんですけどね。 でまあ、ちなみにトヨタですね、まあ、日産のライバルというふうに見てもいいのかなというふうふに思いますがトヨタの社長はトヨタさんということで、まあ、報酬は3億8000万円というお話ですねで。実はその副社長の方がもらっておりまして、ね、デ,ィデ,ィディディエ・ルロワさんなんですけども副社長なんですが報酬は10億2600億円ということで、まあ、実は社長よりもルロワさんはもらっているということですね。 トヨタ社長はトヨタのね創業者の、まあ、子孫ですからあの株を持っているということで配当金なんか合わせるとですねトヨタさんの、まあ、収入は 14, 14億円ということでそのルロワさんを上回るということで、まあ、やっぱりトヨタのトップ配当金合わせれば、まあ、それぐらいもらってるのかなということで,で配当金合わせれば、ね、そこまでの水準ですからまああの まあただね、えー、今回の件ではあの未払い報酬という形かもしれませんけど、まあ、報酬が発生してたということであれば、まあ、今これからね議論が深まっていくことなんでしょうけども未払い報酬というね報酬が発生してるのであれば、まあ、実際もっと報酬が大きいということですから、まあ、そうなるとですね、まあ、ゴンさんは結構あの、ね、日本国内の水準だったらまあかなり多いのかなというふうに思うんですけど国際的な感覚から言うともう少しもらってもいいのかな ととというこ,ともあるのかことでもあるのかなと例えばね世界の自動車メーカー GM ですねアメリカの GM ゼネラル・モーターズなんですけどもトップはですね25億円なんですよでフォードのトップも同じかアメリカですけど報酬は19億円なんですね。まあ、ここよりも少ないということでありましてまあゴンさんだったらもう少しっていうのもあるのかなというふうに思いますね。 ですから、えー、この人たちがこれだけもらってるんだからもう自分だってもらってもいいでしょっていうゴンさんにはそういう気持ちがあったもっともらってもいいでしょっていうそういった気持ちがあった国際的には自分レベルだったらもっともっともらっていいんだとそういう気持ちがあったから、まあ、金に固執したんじゃないのかというのがまず1点とあと私はこれですね。 ブラジル大統領選挙彼はいずれブラジルの大統領を目指してたのかなと、まあ、思うわけなんですけども、まあ、それが本当であればやっぱり選挙っていうのはお金がかかりますからねその資金ブラジル選挙ののブラジルの大統領選のための資金これをため込む必要があって、まあ、結構金に固執したのかなということですよね。まあ審議の方のは分かりませんけどね、まあ、だからそのルロワさんは10億円も,もらってると。 例えば元ソニーのねストリンガーさんストリンガーさんなんかはやっぱり三十億ぐらいもらってましたんでまあカルロスゴンさんのレベルだったらまあ、うん、これぐらいでいいのかなとは思うんですよね。で、えー、まあ日産がですねなんでこういう事件に発 したのかなというと、まあ、司法取引を活用ししたというふうふに言われておりましてねで。司法取引って何ですかっていうと実は2018年の6月よりですね司法取引が認められたわけなんですけど適用第2号とということでありましてねで。司法取引っていうのはちょっと書いておきましたが裁判において被告人と検察官が取引をし被告人が罪を認めるかあるいは共犯者を法廷で告発するあるいは捜査に協力することで求刑の軽減またはいくつかの罪を 在場の取り下げを行うことということで、まあ要は私やっちゃいましたと本当のことを話しますと、その代わり私の刑を軽くしてくださいと、これが司法取引ですよね。でこれがまあ6月より今年の6月2018年の6月よりまあ成功されているということでありまして、まあこれを日産の幹部が使ってね、さ、え、す、ー、あのそれでまあしあの特措が動いたということですよね。まあその動いたる動いてるそのプロセスなんですけども、まあ監査役への内部告発、それから内部調査極秘の調査が 行われてそしてまあ垂れ込んだと司法取引ということですよね。 これはねだからまあ日産のクーデターだとこういうふうに考えていいのかなと、まあ、クーデターっていうのは何かなっていうと、まあ、一発食らわせてですねそしてまあ権限権力を奪うっていうのがクーデターだと思いますけどもこれはまさにね、えー、日産の現トップカ川さんがまあゴンさんに一発食らわせてですねそして権限を奪うと、まあ、そういったクーデターと思われておりますけどもその見方でいいんじゃないのかなと思いますね。で えー、まあ,あのルノーがあー日産の筆頭株主ということで、えー、43.4%保有しているということなんですけども、まああのーまあ、1999年ですね、まあ、ルノーから、あのーまあ、ゴンさんがあ日産に送り込まれてということなんですけども43.4%出資したと日産にねルノーがね、えー、43.4%出資ということででまあ50%まあ、うん、これ43.4%出資してですね現に取締役が送り込まれてるっていう ということですからしかもトップが送り込まれているということですからこれはもうあのルノーは日産の子会社であると、ね、あごめんなさい、えー、日産はルノーの子会社であるっていうふうにもうこれは判断していいのかなと、ねえー、いうことですねああのまあ、経営者も送りこむ経営児も送り込まれてるとそして、えー、株もこれだけ持たれてるということですからもうこれはもう子会社日産は子会社だというふうに、まあ、考えることができるんですね。 でまあ日産の方もですね一応株式まあルノーの株を持ってるんですけども15%保有してるんですねで15%保有してるんですけどもフランスの会社法によりですねこれ実は議決権がないんですね。 えー、フランスの会社法により、えー、ルノーの株を日産が持ってるんですけども議決権がないとでこれどういうことかっていうとあの日産はルノーに40%出資を受けてると40%の出資を受けちゃうとですねその持ってる議決権無効化するっていうのがフランスの会社法にありましてねですからまあ日産は15%分持ってるんですけど議決権はゼロと、まあ、そういった状況なんですねですからあ株主総会をもう43.4%っていったらまあほとんど牛耳られてるというふうに考えて いいかなというふうに思いました。あれだけのでかい会社だったらですね、まあ、私も株主だったわけなんですけども、あの、えー、株主総会にわざわざ行ってですね、票一票入れるっていう人はもちろんいますけども、あのまああの票を入れない人だって結構多いわけですよ。ですから10%、20%の人は票を入れなかったりするんですよね。ですからまあ80%を全あの全体として考えれば43.4%ルノーが持ってるんで、まあほぼほぼねもうルノーの意見で決まっちゃうというふうに考えていいわけなんですよね。 ですから、まあ、あのルノーはもう本当にこの株主総会をもうあのほぼ抑えているというふうに言えるのかなと思います、ねでえー、実はですね、フランスがルノーの筆頭株主で15%保有していると。あの ルノーってね、えー、と戦前ですねあのドイツがそのドイツのナチスドイツがですねフランスに入ってきてですね、まあ、一時期支配しちゃったということでルノーは結構そのナチスドイツにこうあのなんていうんですか協力しちゃったっていうのがあってですね、まあ、ルノーの創業系がですね戦後ですねあの全部クビになっちゃったんですねそして国営企業として、まあ、ルノーはなったということでありましてですからまあその流れでですねフランスがフランス政府がですねルノーの株を持っているということで15%持っているんですね。 そしてさらに フロランジュ法っていうのがあのフランスの大統領前大統領オランドさんですねオランドさんの時にフロランジュ法っていうのができましたねでフロランジュ法っていうのは何かなっていうとま15%のまあ,あのの株を持ってるんだったら、ね、2年間その15%の株を持ち続けるんだったらにあのその2倍のですね議決権を持つことができるようにするっていうのがフロランジュ法でこのフロランジュ法っていうのがオランドさんオランド前大統領の時にできましたね2年間こうね株を持っていればその倍の議決権を持 つといね、そういうまあ権限をこう与えら与えるというのがフロランジュ法で、えー、まあだから三十パーセントの議決権をねフランスが持っているということで、ですからね、えー、ルノーが日産を抑えていると、ね、そしてルノーを抑えているのはフランス政府なんですよね。ですからこのフランス政府が、えー、ね日産に対しても影響力がものすごくあると。 で日産としてはそのフランス政府の影響力を非常に面倒くさいものとして考えているので、まあ、そこがですね実は今回ね根っこにあってクーデターという流れになったんですねこれからちょっと具体的に見ていきますけど、ね、でマクロン大統領の意向なんですけどねルノーが日産を飲み込むとこれをしたいんですね。 でなんでマクロンさんはですねルノーをあの日産を欲しいのかというとですね、まあ、やっぱり今フランスっていうのはまあ結構雇用面で困っておりましてですね、まあ、日産を手に入れればあ、まあ、日産の工場を、ね、例えばフランスなんかで、えー、日産の車をフランスなんかで作ればですね雇用,が生まれ雇用が生まれますんで、えーまあ、したがってですね日産がまあ、ねえー、マクロンさんとしては欲しくて欲しくてしょうがないということなんですね。まあ、今の状況ででも、まあ、はっっきり言って子会社にななるわけなんですけんすど もう、その、なんていうのかな、あの、ま、まだちょっと緩い。繋がりになるわけなんですよね。で、まあ、そこを完全に、え、ぐっと抑え込む。完全統合をですね。マクロンさんとしてはしたいと。まあ、今、その、ですね。まあ、こういうことになっちゃいましたから、これからどうなるのかなって感じなんですけども。あの、カルロスゴンさんが、今までだったら、抑えてたと。ね、その、ルノー。 そして日産そして三菱自動車とこの3社を抑えてたとそれはもうカルロス・ゴンさんのカリスマで抑えることができてたということなんですけどだからポストカルロス・ゴン、えー、その人がカリスマがなかったら抑えきれないわけなんですよね。ですから、えーかあの カルロスゴンさんがいる間にですね確実に日産を子会社にしておきたいというのが、まあ、あのマクロンさんのおそらく意向だったのかなということですね。ねカルロス・ゴンさんがいる間はですねそのカリスマで日産もゴンさんには従いますし、えー、三菱自動車だって従うでしょうということなんですけども、えー、ゴンさんが辞めた後ですね、えー、その3社をた、ま、あのトップが束ねられるのかというとちょっと甚ははだ疑問であると。であればゴンさんがいる間にですねもう日産を飲み込んでおけと。 ルノガとそれをまあ考えてたんでしょうねあのマクロンさんはねでフランスの産業政策っていうのはねイギリスとかアメリカと違ってですねだいぶね、えー、ちょっとうん,なんて言うんですかちょっとまあ雇用創出と経済成長を目的としてですね大企業の経営に政府が介入しちゃうということなんですよ。だいぶですね日本なんかと違うのかなと。 えー、欧米の資本主義市場経済ととは異なりますよと、まあ、やっぱりあの産業政策っていうのはもちろんどの国もあるわけなんですけども、まあ、やっぱりそのね、えー、企業の経営判断っていうのはやっぱり企業がするべきだということであんまり政府がその介入っていうのをねやっぱりするべきじゃないし、まあ、あそれほどしてないわけなんですけどもあのフランスはそうではないということなんですよね。 でマクロン大統領もこの政府介入型の考えを持つということで、まあ、マクロンさんというのは、ね、もともとあの民間企業出身なんですよねあのロスチャイルド系の投資銀行にいて、まあ、副社長まで上り詰めてということで、えーまあうんとまあ、年収も2億円を超えてたということでものすごくお金なんかも稼いだ方なんですけれどもあのそういう方なんだけど政府が民間企業に介入するという、まあ、その金融機関の方だったら、ね、むしろ政府の介入を嫌うのかなというふうに ちょっと思うんですけども政府介入型の考えを持つという方なんですよね。でこの方ですね今、失点続きなんですよ。 史上、えーまあ、最年少のフランスの大統領ということなんですがマクロンさんは労働市場改革ですねこれを行ってるんですね。まあのまあ、サッチャーさんもマーケットを改革したということで、まあ、あの規制緩和あ路線あのあのサッチャーさんってイギリスの、ね、元首相ですけども、えーえー、その規制緩和論者ということで,でそれになぞらえてですね、まあ、のフランスのサッチャーというふうに言われたりするんですけどもそのなかなか労働市場の改革これを進めてはいるんですね。 ですけど反発が結構多いんですねなので支持率が3割も割り込んでしまってるとまあ失点続きなんですね失点続きだからもう得点が欲しくてしょうがないだったら日産手に入れれば得点になるなということでまあやっぱりねマクロンさんとしてはもう得点を稼ぎたいのでまあちょっとね日産手に入れればいいなっていうねそういったところもあるのかなというふうに思いますね、まあ、フランスっていうのは結構その労働者の保護があまあ強い国でありましてですね ですからまあ例えば、結構労働組合も強かったりしますしえまあ首ににに非常にしにくいわけですねだから、首にしにくいまあ国だからやっぱりフランスであんまり商売したくないなっていう企業があるんでえフランスでもっと商売,してくれ商売しようと思う企業が増えるようにですねまあやっぱりその労働市場を改革したというのがまあマクロンさんなんですけどなかなかそれがねうまく回ってないと。 でフランスっていうのは、まあ、日曜日にお店がやってなかったりだとか深夜お店がやってなかったりということでそれも緩和してです、ね、日曜日にもお店を開けるようにだとか深夜にもお店を開けるようにだとか、まあ、そういうことをね営業拡大したりもしてるんですけど、まあ、なかなか評判がよくないということで、まあ、暴動なんかが起こったりということで得点が欲しくて欲しくてしょうがないということでありましてで、まあ、もしね日産が手に入ればですねこれはねあのフランスとしても雇用が増えますからあ国民が国民の支持,支持率がねアップするっていうのがありますんでね。 えーまあ、それが、まあ、あマクロンさんのね、実はです、ね、これまではです、ね、ゴーンさんがです、ね、防波堤になってくれてたんですよ、やっぱりゴーンさんはです、ね、元日,あの日産のトップですからで、日産を復活させたと、V 字回復させたというのがありますから、えー、マクロンさんがです、ね、経済産業デ,デジタル大臣時代にです、ね、日産とルーノーの統合をあの迫ったんですよ。 えー、オランドさんの、ね、政権の時に、まあ、大臣を務めてたわけなんですけども経営統合を迫ったと、ねえー、もうお飲み込めとおいうように迫ったわけなんですよね。しかししかゴンさんがやっぱそれはブロックしたと あのアライアンスっていうふうな言葉がありましてね、まあ、日産とルノーなんですけども経営統合というよりも緩い形での統合、まあ、アライアンスっていうふうに言うんですけどもえ連携ですかねですから、まあ、その統合はあんまりねよくないというのが、まあ、ルあのゴンさんの考えだったわけでそれを突っぱねたわけですねブロックしたわけですねマクロンさんの考えに対してノーというふうに言ったわけなんですよねですからマクロンさんとゴンさんっていうのは、まあ、結構対立してるというふうに、まあ、思われてたんですよ。 ですが一転して2018年になって風向きが変わったと今までブロックしてくれてたゴーンさんが、えー、ゴーンさんもいやなんか系統はやっぱり考えた方がいいんじゃないかっていうふうに言い出したんですよねねだから、ね、今までで日産の経営人はですね。 あのゴンさんの,その、まあうん、私的流用だとかあるいはその報酬をごまかしてるっていうのを、まあ、知らなかったっていうわけはないんですよだから目つぶってたはずなんですよで今までは目をつぶってたなぜそれを許したのかっていうとゴンさんがフランス政府からそういうふうに言われてもブロックしてくれるからじゃあちょっと、うんまあ、ゴンさんがいるからちょっとね守ってもらえるとじゃあ、うん、ここはゴンさんに頼ろうと。 その代わりゴーンさんがやってる悪いことに関しては目をつむろうとそういったことだったと思うんですよねでそれが2018年になって一変したんですよでまあゴーンさんがい経営統合やっぱ考えた方がいいよというふうに言い出したんですよね言い出したんでなんか風向き変わってきたなということでそれでまあクーデターということになったんじゃないのかなというふうに思うんですよね なんでゴンさんはそういうふうにね、えー、意見が変わったんですかってとこれ密約なんじゃないかっていうことで、まあ、2018年の2月にですねルノーの人事がありまして筆頭、まあ、株主の、まあ、フランス政府ですねゴン続投を表明したわけでですね、えー、で今までマクロンとゴンさんというのは対立してたとそういう図式だったんでこれは結構まあ驚きの、まあ、そういった結果であったとね。 マクロンさんゴンさんを外すんじゃないのかなと今まで対立してたじゃないかとマクロンさんは日産を飲み込めという、まあ、考えの持ち主なんですよ。ゴンさんは日産とルノーは、えー、やっぱり、ま、あの経営統合まではいかない方がいいんじゃないのかと今までのようにアライアンスという関係がいいんだということで突っ跳ねてた、まあ、つまり対立してたわけですよね。だかかかららこののマクロンンささんんとゴンさんが対立してたのもかかわらず2000、えーと えー、2022年まででですね2022年まであの、えーまあ、トップを張ってくれという、まあ、そういった、ねえー、ことになったということでなんでかなというと、まあ、ちょっと先に出ちゃってるんですけども、えー、ルノ、えー、日産の経営統合というマクロの意向を飲むことを条件ねだからもう統合しますから、ね、統合しますからっていう飲むことを条件の続投なんじゃないのかと、ね、そこで密約があったんじゃないかと。 マクロンさんが統合しろとその統合という条件を飲む代わりにまああねえー、ゴン続投ということだったんじゃないのかとまあいうねこの密約があったんだのかなというふうにまあ、えー、よく言われたりしてるわけですし私もまあそうなんじゃないかなというふうに思うんですよねだいぶその今までと2015年の時は突っぱねてるわけなんですよねそれが、えー、結構その統合っていう、ね、ことを言い始めてるとあれっていうふうにね、まあ、多くの人が思い始めたのが今年であったと。で えー、日産とルノーは、まあ、実はですね、まあ、現在で言うとインあの日産が上なんですよね、まあ、日産の筆頭株主はルノーであると43.4%ルノーが持ってますよということで、まあ、これは明らかに親会社というふうに考えることができますしかし実力では日産の方が上です、ね、確かに日産自動車は経営不振って潰れるところまで行ったのかもしれないそしてそこで助けてもらった恩はあるんです 非常に恩を感じてるはずですよね。日産がここまで復活したとまあ、確かにね。その日産の v 字回復っていうのはね。 あるる程度演出できるんできんすよその99年の時に特別損失をガッと計上すればあのちょっとでも回復したら V 字回復になりますからねですからまあ工場を閉鎖したりだとかもう特別損失を一気にガッと計上すればですねその次の年にちょこっとでも利益が上がればですね V 字になるわけですよねですからまあ V 字回復っていうのは確かにできなくもないしかしながら今までの経営者はできなかったそこをやったのがゴーンさんですからねやっぱり、えー、ゴーンさんに対して、まあ、恩はあるはずなんですよね。 でまあ、今までの経営者は、ね、やっぱりね、このなれ合いでね、なかなかね、系列取引を切れなかったんですよね、あるいは労働組合に対する圧力にも結構屈しちゃってたわけなんですよね、慣れ合いでね。だけどゴーンさんはやっぱり外から来てますから、バッサバッサ切れると、ね、日産の中からプロパで上がっていった人はです、ね、系列取引なんて切れませんよ。 なんで切れないののか自分の上司だっっった人がてて系列先に行ってるわけですよですから自分の上司の人が「お願いしますよ」っていうふうに言われたらなかなか今までの人間関係があるから、ね「系列取引をやめます」なんてなかなか言えないわけですよね。だけどゴンさんだったらフランスから来てますからもう必要ないというふうに判断するバサッと切れるわけですよね。ですからまあ,あの日本人だったらやっぱりね改革はなかなかできなかったかなとゴンさんはやっぱりそこがまあフランス人ということでできたのかなということでだからまあそのやりやすかったというのはありますけどもだけどやっぱり でね、その経営判断というのはやっぱりゴーンさんは超一流なのかなというふうに思いますねあの方はもうセブンイレブンというふうに言われておりましてね7時から11時までみっちり働くということでやっぱりこの頭の非常にいい方だと思いますんで、まあのまあ、V 字回復っていうのはあの結構演出は確かにできるとそしてフランスから来たからばサさばさ改革をしやすかったそういう事実はありますけどやっぱり事実としてね、えー、その目標を設定してその目標をですね達成するっていうね えー、そして達成できなかったらやめるっていうねそれを言い切ってその経営に臨むその姿勢っていうのはやっぱりねだから恩はあるんですけど、まあ、実力では今ね日産が上なんですよね。 でえーまあ、日産はルノーの2倍のです、ねまあ、特許、えー、これは2008年から2018年に業出,出願した特許なんですけども、2倍です、それから2017年度の、えー、売上なんですけども、12兆円、ルノーは7.8兆円、全然違いますよね。そして営業利益で言うと、えー え、ね、一方でルノーは営業利益が5,000億円そしてルノーの利益の半分は日産の配当金によりますんでねですから非常にですねルノーの方が小であるとだから小が大を飲もうとしているそういった構図なんですね。で販売台数で言いましてもですね日産,日産ルノー三菱これ合わせて1069万台2017年度ですね1位はあのワーゲンなんですよ。 1>, 1位はワーゲン、これも1000万台超えてます、そして2位が日産、ルノー、三菱、このグループでありましてね、それが1069万台、そのうち日産が579万台、ルノーは380万台ということで、えー、販売台数もですね579売ってる日産、ルノーは380ですから、販売台数でもやっぱり日産の方が全然上ということですね、まあ、ちなみに三菱は110ということで、合わせて1069万台、売っ払っているとで、トヨタが1044万台ということですね、トヨタのグループで。ですからあの 日産が今日産ルノー三菱という、まあそ,のあのえー、その3社がですね、えー、そのグループがですねもう2位の世界で2位とこれ1,000万台を超えるっていうのがねやっぱり今の自動車メーカーでの 自動車産業の,、ね、そのポイントなんですねやっぱり1,000万台ぐらいないとですねやっぱり開発費あるいは人材、えー、これがあの、えー、非常に開発費が膨大にかかるとそして、えー、その1,000万台ぐらい作ってるようなそういったき企業じゃないと、まあ、人材がなかなかね、えー、豊富にいませんのでやっぱりですねその今の自動車メーカーで勝ち抜くにはですね、まあ、ボリューム1,000万台ぐらいのボリュームが必要だというふうに言われておりましてですね まあ、それをね今あの現に日産ルーノー三菱ということで、まあ、2位にまで来てるわけなんですね。で、まあ、やっぱりねあの今までは結構ね、えーまあ、先ほども申し上げましたけどあのゴーンさんが守ってくれてるということでを結構目をつぶってたところもあるんですねだからゴーンさんがそういった私的流用とかねあるいは報酬の件でいろいろあると、ね、悪事があるとだけど目をつぶってるとあるいはそのルーノー寄りの経営判断っていうのもあったんですよ。例えばね あの日産自動車が北米向けにですねその出してる車があるわけなんですけどそれをルノーの子会社で韓国にもあってですねその韓国が赤字だからあーその北,米向きの北米向けのですね日産の車をですね韓国で作れっていうそういった経営判断もされてるんですね。それがまっとうな経営判断だったらまあもちろんいいわけなんですけど私部外者ですから分かりませんけどもそれがやっぱりルノー,ルノー寄りのね経営判断であればやっぱりどうかなと。 だから日産からは結構不満が溜まってたとものすごく不満が溜まってたとゴンさんどうなのという不満が溜まってたわけですね権限が集中してですねだからゴンさんが報酬を決めてたわけですよ実際に。 日産のの取締役の報酬をゴンささんんががトップとというこででで決めててたたわわけけすすねそれから人事もゴンさんが持ってたわけですよだから人事権それから報酬これゴンさんがトップで握ってたわけですよ通常の大企業であれば報酬委員会それから指名委員会っていうのがあるわけなんですよで報酬委員会で報酬を決めそして、えー、指名委員会であの、えー、あの誰がど何をやるというふうに指名されるということで、まあ、大企業だったら大体ねそういうのがあったりするわけなんですけど。 結構透明性が、ね、確保されてるわけなんですけどゴーンさんがその権限を持っててということでだ非常に不満がたまってたと、ね、で経営判断でもルノー寄りの経営判断がなされてたと非常に不満がたまってただけど我慢してたなぜ我慢してたのかルノーと日産の経営統合これをブロックしてくれてたのがゴーンさんだったからあもうその不満がもうここまで来てたんだけどだけど黙ってたと。 だけど今回飲み込むぞっていうねそういった動きにゴーンさんが出てきたからあこれはやばいということでじゃあちょっとこっちもカード切っとこうかということで、えー、動き出したと、えー、しかもね幸いなことにですね司法取引が6月から始まってるわけですからあこれを使っちゃえということですよね、K、が軽くなりますからね。 で、えー、ゴンは日産と戦うということで、えー、ゴンさんはもう謝ってません、戦う姿勢です、えー、元東京地検特捜部長の大鶴元成弁護士をこれ、選任してますねで、大鶴さんという方はですね、ライブドア事件、村上ファンド事件の捜査を指揮している方なんですね。 ですからまあライブドアの堀江さんそれから村上ハンドの村上さんこれ捕ま,えられつまってですねそしてまあ実刑ということだったわけなんですけどそういうまあ経済事件のプロ中のプロ金融商品取引業のプロ中のプロえそこを持ってきたとそこを引っ張ってきたと顧問弁護士ねですからこれは非常にね東京地検特捜部としてはですね手の内を知り尽くしてる東京地検特捜部の手の内を知り尽くしてる弁護士が来ちゃったということでこれはですねまああのやりにくい相手 ここれをゴンさん持ってきたとということですねで元特捜のトップがです、ね、特捜事件を引き受けるのは結構異例なんじゃないのかなというふうに思いますけども、まあ、ゴンとゴン VS 特捜この全面対決これから始まるのかなということですね。でえー、まあ日産もね悪いっていうことだと私は思ってるんですけどもあんまり日産は叩かれないですよねで、えーまあ、ゴンの暴走ですね。 えー、ゴーンさんは悪かったかもしれないだけどその暴走をなぜ止められなかったのかと日産なんていうのはものすごくでかい組織なんですよ。 なぜ、そのガバナンス企業統治ですねこれがしっかりと働いてなかったのかということではっきり言って情けないというふうにもっと叩かれてもいいのかなというふうに思いますけどマスコミは叩きません、日産をなぜかというとスポンサーだからということで、まあ、ここにちょっと書いておきましたけどまあだいたい1年間でですね日産の広告費というのは3000億円超えるんですね。 売上高の比率で2.6%と,ということでこれはかなりでかいです、えーまあ、企業でいうと3位ですね、まあ、1位はソニー、あーごめんなさい1位はトヨタ、2位はソニーということでトヨタはだいたい4487億円広告宣伝費に使っていてソニーは3638億円使っているということで,で3位が日産ということでやっぱりこの事件があってからも日産のですね、CM いっぱい見ますよね。 ですからやっぱりなかなか日産は叩けないのかなということでありますよね、えー、だから日産のそのガバナンスこれが効いてないと日産だって悪いじゃないかとはっきり言って埼玉さんもねあの知らなかったじゃ済まされないですよね埼玉、えー、さんだって代表権持ってんだから 代表取締役っていうのはやっぱりそのチ,ェあのやっぱチェックちゃんとしないとですね会社の大切なお金がね、えー、そのあのむ,あのむしり取られるというのはそれはブロックしてもらわないと困るわけですよ株主からしたらね。ですからやっぱり才川さんだって問題があると。 えー、責任があると才川さんもはっきり言って無傷ではいられないんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけどね、まあ、彼はその覚悟でね多分やってるんじゃないのかなというふうに思いますけども、まあ、いずれにしてもですねあの日産もやっぱり褒められたもんではないとやっぱりガバナンスどうなってたのかっていうことなんですよね。でえー、っとですね じゃあ検察の狙いはどうでしょうかということでありましてね金融商品取引への虚偽記載ということで、まあ、報酬80億円のき、えーえー、虚偽記載ですねでこれはね私ね、ね突破口に過ぎない、まあ、つまり別件逮捕なんじゃないのかなとうう思うんですよねやっぱりあの検察の狙いはこれですよ会社法の特別背任ですね。ね えー、特別背任っていうのは、まあそのまあ、カルロス・ゴーンさんの自分の利益のためにですね会社に損害を与えると、まあ、要はあ会社に対してまあ,あね えー、自分の任務に背くような、ね、ことをすると会社に損害を与えて自分の、えーまあ、私服を肥やすというんですか、まあ、それをとあの背任というふうに言いますけどその会社法の特別背任罪でしょっぴピ抜くとその,あの、まあ、別件逮捕というか、えーまあ、その今回の逮捕はその突破口に過ぎなかったのかなというふうに思いますね。 だって、日産からしたらまあこんなこと言って怒られるのかもしれないですけど有価証券報告書の虚偽記載80億円ですよ悪いけどこれ、高々80億円だと思いますね。だって先ほど私申し上げましたけど日産自動車の売り上げ約12兆ですよ。ね 日産の売上からしたら80億円の虚偽記載というのはまあうんそんなに大きくないわけですよね、まあ。もちろんトップがそういうことをやってたっていうのは、まあ、問題かもしれませんけど、まあ、それほど多くないわけですよ。例えば東芝、ねえー、10年間で2000億円の 粉飾、えー、計算です。利益をごまかしてます。10年間で2000億円です。2000億円、えー、10年間でごまかして誰か捕まりましたか？捕まってません。ですからあの捕まってないんですよね。だから今回これだけでね、えー、あの捕まえるって言うんだったらちょっとね検察としてもどうなのっていうふうに言われちゃうと思いますんで、やっぱり特別判員とかそういうのがね目的にあるんじゃないのかなというふうに思いますね。検察としてはだからあのこれだけでは終われないっていうことなんだと思うんですよね。 まああのちょっと話が変わるかもしれませんけどちょうど同じ時期にですね、まあ、例えば政治家の、えー、地方創生大臣のですね地方創生担当大臣の片山さつきさんなんかはですね政治資金報告書4回訂正してますからね。 政治資金報告書を 3, 3回訂正したときにもうこれ以上ありませんというふうに言って4回目の訂正ですから一体どうなってんのよということですよだけど捕まりませんよ政治資金報告書、えー、間違ってましたであすいません間違ってましたで済むじゃないですかだけどゴーンさんの,、えー、その80億円の虚偽、えー、記載ですねこう捕まってるわけですからね。 しかも、まあ、20日おそ、まあ、らく20日がまるわけですよね交留されるわけですよねですからまあちょっとね、うん、厳しいのかなとまあねこれだから多分ね検察はいろいろねその司法取引によっていろんな情報を持ってて、まあ、例えばこれから脱税につながるとかですね、まあ、それこそ特別犯人ですね。 ちょっととお話し,しますと例えばあのレバノンのベイルートですね、まあ、彼はレバノン人ですからそこの首都のベイルートそれからブラジルのリオ彼が育ったのはブラジルですからねそれからパリ、えー、そこにゴン専用のマンションを、えー、その日産が購入してですねゴンさんに与えてたっていう話ですねこれまさに私的流用ですよね、まあ、要は会社を私物化しているということでこれ特別背任罪にこういうので、まあ、持っていくのかなと。あるいは、まあ、お姉さんにです、ね、アドバイス アドバイザーリー料です、ね、10万ドルこれ払ってたということで、まあ、10万ドルですからね大体1000万円ぐらいですか日本円にすると、えーまあ、日産の、えーまあ、社員のですね平均年収が多分830万とか800数十万円ですよ、えー、日産の平均社員の方よりもそのね実態のないお姉さんに対するアドバイザーリー料、えー、10万ドル高いですからちょっとこれはどうなのと、えーしえー、私物化会社を私物化してんじゃないですかとでこれはどうだかわかりませんけどねよく報道なんかでなされてますけどもベルサイユ、Q 宮殿で、まあ、彼再婚したということなんですけども75億円のですねまあ、コストがかかったんじゃないのかといくらか分かりませんけどね実際はベルサイユ宮殿で再婚、えー、したと、えー、でそれも会社持ちなんじゃないのかというふうに言われたりだとかねしておりますけどもだからこれからどんどん明らかになっていくということでやっぱりねこういうのがね裏にあるんじゃないのかこれが本当の狙いなんじゃないかなとあるいは脱税まあそんなところが本当の狙いなんでしょうね。 えーまあ、そうううかなといいうふうに思いますねだけどねこういうね、まあ、逮捕というのが起こりますとですねやっぱりね日本としては非常にデメリットでどうしてかというとあの、えーあのまあ、金融商品取引法でねあの会社のトップが 1>, 1億円以上もらっちゃうと名前をかけっていうふうになってるわけですよユーロ貨報告書にね。で日本っていうのはやっぱりもらいすぎたら叩かれるんですよ。ゴーンさんの働きぶりだったら世界的な水準から見たらまあもう少しもらっていいんじゃないのかっていうような水準だったりするんですよね。えー、まあ例えばあの孫さんは年収は1億円というふうに言ってるわけなんですけども配当金だけで100億円ですよ。で、えー、まあ、うん、孫さんの会社のねソフトバンクの副社長なんかは、えー、ほあの年収があの100億円超えてるわけですから。 したがってですね、まあうん、世界を見れば日本国内でもねそういう経営者がいるわけじゃないですかですから、まあ、あの自動車メーカーからすると、まあ、もらいすぎっていうのはあるのかもしれませんけども、まあ、GM だったら25億円もらってるわけですねですから、まあ、能力がある人が日本に行って、えー、もらいすぎたら叩かれるんだろうと結果を出してももらいすぎたら叩かれるんだろうとで何かあったらね逮捕されるんだろうと。 能力ある人が日本に来てくれないっていうね、そういったことに今回の事件をきっかけになってほしくないなというふうに私は強く思ってるんですよね。やっぱり経営者っていうのは、まあ非常にですね、まあ本当に。もう死ぬ覚悟でですね、まあやってるということだと私は思ってるんですけども。ですから、その、まあそういう素晴らしい経営者が、ま日本、まあ嫌だなというふうに思ってほしくないなということで。まあ、今回のですね、まあこの事件がですね、まあそういうふうに発展しないことをちょっと私は祈ってるんですけどね。あとまあ株式市場ですね、まあ。 私は思ってるんですけどもあのやっぱり例えば東芝の件があったりだとか粉飾、まあ、決算ですねあるいは今回の、ね、日産の、まあ、虚偽記載、ね、そういうのがあったりしてで、まあ、今外国人投資家がですね株式市場でまあ7割とかそういうふうになシェアを持ってるわけなんですよ。で今は日本にまだ投資してくれてますけどこういうことが積み重なってくると日本っていうのはどの企業でもなんか、えー、悪いことやってんだねと。 だっったらやっぱり日本の企業信用できないから日本に投資するのやめようかなということで、ね、お金を引き上げるかもしれないこれが非常に怖いことですね。やっぱりお金がないとですね、お金を調達できないとやっぱり企業はですね、あの経営できませんからやっぱりその株式市場でちゃんとお金ができる状況これを作るにはやっぱりもう少しですね、あの信頼を企業の信頼信用これを高めなければいけないのかなというふうふに思いますね。 でまあ、これはまさに日産とルノーのも権力闘争なのかなということで、まあ、日産の意向ですねこれはもう対等な関係を築きたいと43.4%持たれているということでもう日産には議決権がなくてルノーにはに議決権があるともう完全に抑えられてゃっているということですよねですから、まあ、ルノーの日産への出資率を40%未満にしたいということですね40%未満にしたらですねあの、まあ、完全には支配されてないということであ,りあるでしょうから、まあ、40%未満に。 落ととしたいと40%未満に落とすとですね日本日産がねルノーに持ってる15%の議決権これ使えるようになるんですよですから日産としてはルノーの43.4%を40%切るようにねしたいんですね今15%日産はルノーの株を持ってますけどこれ議決権がなしになっちゃうんですね40%出資されてる企業は15%持ってたとしてもそれ議決権が無効化されますんでフランスの会社法ではねだから40%にしたいと対等な関係を築きたいということで えー、そここをまず、ね、持っていきたいところですよねあるいは日産のルノーへの出資比率ですね25%以上にしたいとこれ日本の会社法なんですけども日本の出資比率が25あの日産の出資ル,ルノーへの出資比率が25%になればですね、あのーえー、ルノーが43.4%持ってますけどお互いこう出資し合ってるっていうことで、あのー、どちらも議決権が無効になりますんでね日産としては25%までちょっと高めたいところであるのかなというふうに思いますね。 で、ルノーの意向としてはですね。まあ、日産を吸収合併したいということですよね？まあ、本当にだから、まあ、今回はその日産を吸収合併したいというルノー。あーまあ、フランス政府、えー、それに対するねえー、ま、行動では行動だったのではないのかなということですね。 でまあ、あともう一点付け加えておくとですね、まあ、実は2018年今年のですね6月ですね、まあ、経済産業省のですねナンバー2の豊田さんという方がですね日産自動車の,あの社外取締役になったんですねで昔はね日産自動車の、まあ、ゴンさんが現れる前なんですけど日産自動車の結構天下り先として、えー、日産が天下り先だったんですけどもあのずっと、まあ、ゴンさんがトップを張ってて長らくその経済産業省からあその人がね 取締役として受け入れてなかったわけなんですけど今年ですね実はあ受け入れたということで、まあ、これもね何かのねやっぱりね日産はね保険をかけたってことだったんじゃないですかねな,なんかそろ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 というかねなんかカルロス・ゴーンさんが経営統合っていうふうに言い出してるとこれはひょっとしたらやばいんじゃないかなと。 経済産業省の人を社外取締役に入れておこうといざとなったときにそうしたら経済産業省とつながりが深くなりますからねだから保険をかけたんじゃないのかなということですねやっぱり経済産業省としてはやっぱり国内のメーカー守りたいですからそしてやっぱり日産ほどの技術を持ってるということはやっぱり軍,軍事の技術にも転用できますんでね、まあ、やっぱり国益っていうのもありますから日産はやっぱりあの守りたいというのがあるんですよね経済産業省としては。ややっっぱぱりりさんもやっぱそうですよ あの日産の本社が横浜にありますから菅さんは横浜がお膝元ですからね、まあ、したがって、まあ、あの今回あのこういう、ね、えことがあって、まあ、早速。 あの日産の専務の方がですね菅さんのところに行ってお騒がせしましたみたいなことを言って謝ったということで,で菅さんは全面的にサポートするっていうふうに言ってますんでまあやっぱりそういうねえまああの菅さんとしてもやっぱりねこれあのルノーが本当に買収してくるとかってなったらやっぱり政府としてもね動くっていうまあそういったねえこともまああのお持ちでしょうから。 まあやっぱりこうね、えー、日産としてはその経産省とかそういった政府なんかも巻き込もうというのがあったのかなと思いますね。ただね、やっぱりね、最後にこういうふうに私は思ってるんですけども、あのー、日産とルノーはね、もう後戻りできないところまで来ちゃってるんですね。まあ、自動車産業はもう変革期なんですね。まあ、自動運転、それからまあ電気自動車、EV、それからカーシェアもいろいろあって変革期であると。 でさらに日産とルーノーはもう車体を共通化してるんですよ。そして共同購買、研究開発も共同でしてるということですからしたがって。 今こそグループ一丸となる必要があるということでもう権力闘争に明け暮れている暇1分1秒でも惜しいとしっかりと一丸となってやるべきだということなので、まあ、本当はもっとやらなければいけないんですけどちょっとまあこういったね状況が、うん、駆け引きが続くのかなというふうに思いますけどね。 まああの本当にえまあ日産はやっぱりね規模が非常に大きいですからまあ例えばその連結の国内の従業員でいうと 万千人の方がいるとだから国内の雇用が日産によって少なくとも連結の従業員で5万9千人の方が働いているとそして、えー、日産から日産はもちろん部品メーカーから部品買ってますからねそ,れそこで部品をあの作ってる方々なんてもうまたばすすっと多いわけですし、えー、それからまあ日産はまあ国内でまあ98万台生産してるということですから非常に国内でも雇用を作ってるということですからでそれから技術もあると、まあ、昔は 技術の日産というふうに言われてたぐらいですから、まあ、最近ねあの検査する人が無資格だったっていうのが出てきて本当に技術の日産なのっていうふうに言われることが多いですけども、えー、まあ昔はねあの販売のトヨタ技術の日産というふうに言われることがありましたが、まあ、ですからもうねやっぱ技術の日産というふうに言われるぐらいですから。 えーまあ、そういう、ねあのーまあ、技術、えー、軍事にも提される転用できる技術こういうのをお持ちですからやっぱり日本の国益っていうのも考えたときにやっぱり日産が買収されるのはどうなのっていうことで、えー、非常に、まあ、日本国民としてもですね今回のニュースというのはね、えーまあ、本当に株式市場を見てる方はねやっぱりマーケットに影響出てきますからもちろんこうあの関心がありますけど日本国民としても結構大きなニュースだったんじゃないのかなというふうに私は思ってるんですけどね。 はい、えー、そういうことでまあ本日ですね、日産自動車カルロスゴンのですね、まあ逮捕についてお話しさせていただきました。えー、以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。